こんにちは、札幌占い美術灰山菓子の後藤です。今回はですね、また、今更聞けない、今更聞けないシリーズの続編でございます。コスメカールについてです。ある美容師さんに、ハーマイギどんなの使ってんの、コスメだよ、コスメって どんな還元剤使ってるの、還元剤コスメだけどっていう方がいらっしゃったんですね。でコスメって一言で言っても、例えばこちら、例にとりますと、こちらコスメって書いてますね。コスメカール H と書いておりますね。でこのコスメっていうのは、還元剤の名前でも何でもなくて、ただまあコスメという、まあこういうのネーミングですね、だけなんですよ。ですから、どういうパーマ液使っているのコスメって言っても、コスメにどういう還元剤が使われているかっていうのはちょっとそっちの方がこう肝心なわけであって、このコスメっていう名前はまあどうでもいいわけですよね。どういうパーマ液使っているのって言った時に、コスメカールの何々の還元剤は何々でとかってこう細かく、分かってればいいんですけど、ただコスメっていうのが同じ薬と思ってしまうと非常に危険です。ただコスメっていう名前であって、還元剤が、ね、全然違う、中身が違う、メーカーが違うとも全然違うものになってしまいますから、コスメっていうことはただのコスメっていうのはただのネーミングだと思っていただいた方がいいかなと思われます。この中のね、成分表を見ていただくと分かるんですけれども、まあこれは水の次にシステアミンが入ってますよね。まあ結構システアミンメインの薬かなみたいな感じです。まあ大体コスメってシステアミンなんですけど、まあそれ以外にも使ってるパーマ液の関係剤があったりとかもするんで、一概にシステアミンのみとは言えない。システアミンイコールコスメで、大体まあそうなんですけど、それだけでとも限らないのかなって感じはします。ですので、まあこのシステアミンの量も濃度が全然違ったりしますから、コスメイコール全部一緒って思わない方がいいかなって、まあただ思っただけですね。で、こういうふうにこう還元剤によって、例えばですけど、まあ、システアミン何種類かと、あとは例えばですよ、スピエラって聞いたことありますよね。あと GMT っていう薬、最近のがありますよね。あとはチオグリセリンっていう薬がありますし、あとまあチオですね、あとシスとか、まあ、いろんな還元剤がございます。このようにこれが全部まあ違うものをこう使ってるんですけれども、かかりが全然違うわけですね。これを一概に、こちらコスメを、ね、例えばシステアミンでも全然かかりがこうメーカーによって違うので、コスメは一緒って思っちゃうとちょっと危険ですっていうことだけちょっと今日はお伝えしようかなと思いましたっていうような感じで、また皆さんいいねとかシェアとかしていただくとやる気が出てくるんで、ぜひいいね、コメントも、まあ、よろしければお願いいたします。では。